はい、こんにちは、大福園です。ちょっとね、ここなんかね、鼻の頭ここだけなんか知らんけど破れてるんですけど、多分ね、焼いてる時に火の粉飛んできたんでしょうね。これちょっと、まあこれは置いといてですね、ちょっと前のですね、台風ですね、台風の、まあ、被害っていうほどのもんでもないんですけども、ちょっとだけね、崩れてるところがあるんでね、土岐市ですね、石垣の積まれていない段々畑でですね、そこ多分大雨のせいだと思うんですけども、それで一部ね、本当にちょっとだけなんですけども、まあ地滑りみたいになってですね、そのまま放っといたらですね、土が邪魔でですね、通りにくいんで、その土をね、今日は避けようかなと思って、来てます。で、現場がですね、あそこなんですね、ちょうどこれですね、これ道具はですね、この汚い肥料袋ですね。これ、まあ土をこれにね、入れようかなと思って用意してますね。あと、まあいつものですね、スコップとかツルハシとかね、ジョレンとか、まあテミもですね、そのあたり用意してますんで、これでちょっとね、現場の方行ってみたいと思います。私ね、まだこれ遠目にこの辺から見てるだけでですね、間近で目の当たりにしてないんでね、まあちょっとどういう様子なのかね、今から行って確認してみようとね、思います。はい、じゃあまあ行ってみますかね。で、行ってみますかねなんですけども、実はですね、まあ、地滑りしてですね、土避けましょうかっていう動画ってですね、前に撮ったんですよね。今回崩れたところそこなんですけども、この辺りですね、この辺り崩れて土避けますっていうのね、やってたっていう動画あるんで、結局ね、同じようなことやるんでですね、今日はまあその作業がメインっていうよりもですね、ですね、今日は撮影のテストがメインでですね、実はですね、今日はこれ試したくてですね、これロードね、のワイヤレス GO2 っていうワイヤレスマイクですね。前から欲しくてですね、値上がりするみたいな噂もあったんで、もうちょっとですね、買ってしまいましたね。まあ裏側全部言ってしまうとね、三脚立てて、そこにカメラセットしてね、何メートルか離れたところから、まあ、撮影するようなことになるんで、まあ、ワイヤレスマイクね、今も使ってね、やってるんですけども、安定しなくてですね、通信が。で、実はもうね、何種類か試してるんですけども、いい加減ですね、もうちょっとそういう安いやつだったらですね、満足できなくなってしまいましたんでロードのワイヤレスマイクでですね、撮影をしてみたいと思いますね。普段ね、こうやって今私これ、カメラ自分で持ってですね、これにですね、ちょっと外しましょうかね、まあ、ちょっと外してみようか。はい、実はこういう大げさなマイクね、つけてやってました。これもロードでですね、ビデオマイクロっていう、まあ、そこまで高くないマイクでですね、まあ、私これちょっと音気に入ってて撮影で使ってるんですけども、カメラから離れるとですね、なんかちょっと音やっぱり拾いにくくてですね、人の話し声とかはね、あんまり距離離れると拾えないんで、こうカメラを三脚にセットして何メートルか離れて撮るような撮影の時はこれ向いてないんですね。どこら、ここから開けるのか、ちぎれた、もういいか別に、すごい、これ何？あ、収納ケースか、ね、収納ケースもついてますね。取説ですね、クイックガイド、すごいな、これやな、これ多分受信機ですね、カメラ側ですね、これがね。これ受信機ですね。でマイクの方は、まあ、これ2つセットのやつ買ったんですけども、私は1人なんでね、もう1個でいいですね。とりあえず今日はこの1個使いますか。ペアリングするのかな、これをここか、ここを3秒押す、お、すごい、ちょっとやっぱり電源ないですけどね、あんまり。
ちょっとこのまま使います。で送信機の方も、はい、こうですね。一応これで私の今こう喋ってる声に応じて、で電池あんまりないな。これで本体とつなぐっぽいですね。受信機がこれで、これとカメラセット、カメラの違うか、ちょっと挿してみようかな。はい、じゃあね、音も取れてるようなんで、ちょっと見ていきますかね。ね、ちょっと草で隠れてますけども、ここですね。あー、なるほど、結構近くで見たら結構崩れてるな。あ、なるほどな、なるほどなるほど。めんどいっすね、いつものことやけどこれ。はい、まあこれちょっとせっせとね、袋入れていきますか。あとこれね、これ春にですね植えた、まあ移植ですね、他から持ってきた木なんですけど、風でねこうバタバタ動いたんでしょうね。こうスカスカになってますんで、これもねちょっと土足すのとですね、まあ支柱もね立てとこうと思って持ってきたんで、それもやっときたいと思います。はい、じゃあまずこの大量の土ですね、まあ避けていきますか。はい、じゃあやっていきますか。この道具も持ってきたんで、はいはい、だいたい取りましたね。ちょっとね持ってきた袋がなくなってですね、こんだけありましたね。これで今20ですね、土の袋が20できましたね。で1個だけねちょっと細かい石なんかこれに入れてるんで、土は20できましたね。ちょっとあとね整地して、適当にね鳴らしときました。でこれねなんかまだ崩れそうなんですけども、まあ一旦これでですね、まあ今この状態だったら通れるんでね、これでちょっとね様子を見ておきたいと思いますね。はい、石垣積むとかだったらね成形したらいいと思うんですけども、ちょっとまあねこのまま置いておきたいと思いますね。この辺りなんかもちょっとね穴開いたりしてるんで、怪しいですね。でここもなんかこの辺とかねえぐれてるしですね、この辺りもなんか崩れそうな雰囲気はあるんですけど、まあね、またその都度ねちょっと手を打っていくっていうのが現実的かなと思うんで、まあそうしようかなと思いますね。ものすごくやる気が出たらですね、僕石垣積むとかねするとまたね畑も、まあ、見違えるかと思うんですけど、これ相当大変だと思うんですね。結構これ長いですからね、こう段もねまっすぐじゃないですからね、山なりに開墾しているところだと思うんで、変なカーブとかね起伏もあるんで、石垣もねなかなか一筋縄ではいかんでしょうね。まあ、本気でねやる気になったらですね、これまあモノラックがあって、ちょっと何段か登ったら、まあ、あそこに車止まってますようにね道もあるんで、まあ、園内道ですけどねあるんでですね、まあ、石やる気になったら持ってきて、モノラックで運んでっていうことをやってもね距離も短いんですけども、
多分ねもう死んじゃねんぐらいの量が石の量になると思うんで、気長に構えてですねちょっと考えていきたいところですね。でまあこの復旧はね別に何の真新しさもないかと思うんですけど、このマイクですね、今後このマイクも使っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日も見ていただいてありがとうございました。みかん食べてみんな元気にね、楽しくやっていきましょう。それじゃあさよなら。あ、また雨降ってきたわ。